yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。 どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルモノグラフではいろんなバッテリーとか充電器、ガジェットの周辺機器紹介してるんですけれども、今日もですねちょっと面白いバッテリーですね見つけたので皆さんにご紹介をさせてください。僕のカバンの中身のスタメンだったアイテムが新しくね変わる、そんなアイテムなのでぜひチェックしてみてください。そのですね入れ替わる元のアイテムですね、それが何かというとこちらになります。これアンカーさんから出ているアンカーのパワーコアリラックスの 10000PD っていうね小型のモバイルバッテリーですね。これ結構出たのは昔なんですよ。確か2019年の中頃なので、もう1年半ぐらいですかね、これ出て、使ってるものなんですけれども、それまで結構いろんなねバッテリーご紹介した中でも結局これがいいなという形で落ち着いて戻ってるのがこれなんですね。これ1万ミリアンペアってね結構大きな容量を持ってるんですけども、それなのに関わらず、まあ、このね小ささ、コンパクトさっていうことで、このバランス感がねすごくちょうどいいなと思ってですね、まあ、結局これに落ち着いてたんですよね。これをねカバンの中に1本入れておいて、で出先で充電するみたいなことが多かったんですけど、ついにですねこれを超えるアイテムがね出てきたのでね、それをご紹介したいなと思います。そのアイテムがこちらですね、スマートコビープロ 30W っていう名前の、先ほどのアンカーのバッテリーと同じく超小型なんですけれども、 30W のですね給電ができるようになりましたっていうアイテムになっております。でこれですね、ただいまクラウドファンディングで出資を募集しているアイテムで、すでにですね1000万以上これ集まっている、かなり人気のね出ているモデルになっております。で今ね出資をすると3月中には届くっていうぐらいのスケジュール感で進んでいるね商品ですね。でそれのテスト品として先にね1台僕の方に送っていただいたので、それをね今開けておりますっていうところですね。でこれね中身がこちらになります。これが今回ね新しく出ましたスマートコビーのプロ 30W っていうモデルになります。先ほど僕が持っていたアンカーのですねパワーコアリラックスの 10000PD がこちらになるんですけれども、こんな感じで、まあ、さっきのこのバッテリーもすごくやっぱちっちゃかったと思うんですけれども、それよりもですねさらに一回りこちらね、ちっちゃくなりました。こんな感じで重ねてみても、こんな感じですね。横幅がねだいぶ、ちっちゃくなってると思います。この幅がですね 7.7 センチで、こちらの、高さが 5.6 センチ、厚みが、2.6 センチっていうところで、先ほどの、パワーコアリラックスをね若干こう詰めたような感じですね。幅だけ詰めたような感じになっております。ほぼほぼ、この高さだったりとかこの厚みっていうのは変わらず、ちょっとコンパクトにしましたっていうところですね。でこれぐらいの、ちっちゃな差だったらね僕がわざわざこう紹介するほどのことでもねないかなと思ったんですけども、これね一番やっぱり大事なのはこちら名前にもある通りですね、このスマートコビープロ 30W は 30W の給電が可能になっているんですね。先ほどのこのパワーコアリラックスね、これもいいバッテリーではあるんですけれども、唯一ね、まあ、ちょっとだけ気になっていたのは、充電の強さなんですよね。こちらが確かに12W かな、12W ぐらいの給電力があるんですけれども、それに対してですねこちらのスマートコビープロは 30W の給電ができるので、なんとですね MacBook Air ですね、僕が今使っている M1 MacBook Air、これを最速で充電することができるんですね。今まで、まあ、こっちのねリラックスでも今のね M1 チップとかすごいこう消費電力の効率がいいので充電できるにはできたんですけども、やっぱ使いながらだとちょっとね減っていったりとか、結構ね充電に時間がかかっていたんですね。なんですけどこちらのスマートコビープロであればですね最速で充電ができるので、コンセントにつないでいるのと同じパワーですね、同じパワーで充電ができてしまうんですね。でそれでいてこのサイズ感というところはやっぱ素晴らしいなと思って、まあ、これだったらついにですねこの1年半使ったこのバッテリーを乗り換えて MacBook ね Air をどこでもフルパワーで使えるようなこちらのバッテリーの方がいいなと思って今回ねこちらご紹介しています。で重さもほぼ同じぐらいですね、どちらも約 180g ぐらいというところで、持ってる感覚としてはほぼね同じような感じで持ち運ぶことができます。それでいて、まあ、パワーが倍ぐらいありますというのがこちらになりますね。
で、まあ、ちょっとこちらもね詳しく見ていくと、まずねこの表面のね質感がまたちょっといいんですよね。すべすべしてるんですけれども、ちょっとしっとりとしたね感じもあって、すごくねこの持ち心地はいいです。で、こちらポートに関しては片側に USB-C のポートが1つで、反対側に USB-A のポートが1つという形で2ポート搭載をしております。そして充電のね残量ですね、残量っていうのもここのデジタルの表示でねボタンを押せば表示をしてね確認をすることができますね。次のパワーコアリラックスの方はですね、こんな感じでインジケーター式、この4段階ぐらいかな、こちらのインジケーターで表示をしていたんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、より詳しく、この 1% 単位でこの充電の量を確認することができます。そして、こちらはですねパススルー充電というものにも対応しているので、こちらのバッテリーを充電しながらですね、こちらの、ね、iPhone ですね、 iPhone とか MacBook っていうのを同時に充電することができるんですね。なのでバッテリーをこうつないで、そのバッテリーからこのデバイスにつないでっていう形で充電をしてあげればですね、それぞれの充電し忘れっていうのを防ぐことができるんですね。両方とも同時に充電をして、出かけるときにはこちらのバッテリーの方にこう電池が、ね、しっかりと充電されているっていうような状況ですね。こういった形でまあ使えて、まあ、さらにですね、今までも世界最小級と言われていたこちらよりもさらに小さいサイズ、さらに小さい体積でパワーも倍以上持っているというのがこちらのスマートコビープロ 30W になります。今まで使っていたこちらのですねアンカーのこう1万 PD リラックス、これもねすごく良かったんですけども、やっぱり1年半も経つとですね、このバッテリーの業界もやっぱり進化を続けていて、さらにねいいのがようやく出てきたなっていう感じですね。まあ、逆に1年半トップの座にね立ち続けていたこちらのねアンカーさんのバッテリーもすごいんですけれども、ようやくですねそれを超えるものが出てきたかなっていうところですね。本当にまあこれだけちっちゃいので、あの僕の持ってるね iPhone12 mini、このスマホもだいぶちっちゃいんですけど、それと並べてみてもこんなもんですからね。この重ねてこれぐらいの小ささで1万ミリアンペアっていうね非常に大きな電力を積んでいて、かつ 30W の強いパワーで充電できるっていうのがこちらになります。まあ、1万ミリアンペアあればこちらの iPhone だったらまあだいたい 2.5 回分とか、MacBook Air もね半分ぐらいは充電できると思います。まあ、本当にモバイルバッテリーっていざという時にやっぱり役に立つんですよね。こうどうしても今スマホを使わなきゃいけないとか、こうパソコンのね電池を供給しなきゃいけないっていう時にこれがあると本当に助かるもので、それでいてこの小ささだったらこうカバンの中に常に入れておけるんですよね。大きいバッテリーとかだとどうしても持ち運ぶのがね、大変で家に置いとこうかなと思って家に置いといたらですね出先では持ってくればよかったみたいなことが多いと思うんですけれども、この小ささだったら本当に毎日持ち運べる小ささ、まあ、今まではねこちらのアンカーのバッテリー持ち運んでいたんですけれども、まあ、ようやくですねこちらあのスタメンの座が交代して、こちらのさらに小さくてパワーの強いスマートコビーに変えてみようっていうねお話でした。こちら冒頭でもお話をしたんですけれども、例えば幕開けっていうプラットフォームでクラウドファンディングを実施中です。で今ね出資をすれば3月の末ぐらいにはね、多分届くっていうスケジュールらしいので、欲しい方はね、概要欄の方を載せておくのでそちらチェックしてみてください。まあ、多分一般発売するとするとその3月以降とかそれ以降になると思うので、まあ、今欲しいよっていう方はですねそちらから買ってみるのがいいと思います。こんな感じでこのちっちゃくてハイパワーでそれでいて容量もねあるモバイルバッテリーを探していたっていう方にはうってつけの1本だと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルモノグラフではこういったガジェットの情報だったりインテリアの話をよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。